日本茶専門店の田原製法院茶舗と周南の酒造会社初もみじがスイーツ2品を共同開発して話題を呼んでいます。それではこちらをご覧ください。それではお話をお伺いします。こちらが田原製法院茶舗の田原さん、そして原田酒場の渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお二方にそれぞれのお店の紹介をしていただければと思います。田原さんからいいですか。はい、創業が1868年、今年創業156年目になります。銀杏街商店街に店舗を構えておりまして、ずっと徳山の商店街で営業をしております。では続いて渡辺さん、お願いします。はい、うちは1819年創業の周南市にある酒蔵初もみじというところでして、1年を通して日本酒を作っております。でこの場所は去年の8月にオープンした角打ち場で、原田酒場という名前で日本酒だったり甘酒のノンアルコールのドリンクを販売しております。共同開発の経緯を教えていただけないでしょうか。うちが2022年に酒蔵祭りという年に1回行われるイベントがありまして、その時に期間限定で田原さんにお願いして、アルコールが入った酔います抹茶ティラミスというものを販売させていただきました。でここの角打ちの場がオープンした際にカフェメニューとして、常時提供させていただいておりました。ですがその後やっぱりお客様からアルコールが入ってない少ないメニューも欲しいなっていうお話もありまして、この度香ります抹茶ティラミスというアルコールの少ない抹茶と少量の日本酒のスイーツを販売することになりました。では開発される上で苦労された点などはありますか。お酒が飲めない方も楽しんでいただけるようにっていうところで、本当にお酒の飲めない方にもご協力いただいて試食をしていただいて、お酒の飲めない方も美味しく楽しんでいただけるような商品にしました。そしてもう一品スイーツを開発されたと聞いています。はい、もう一つは日本酒パウンドケーキなんですけれども、パウンドケーキの周りに日本酒を使ったシロップをかけることで、お酒の弱い方でも楽しんでいただけるような商品にいたしました。初もみじさんの日本酒を使ってレシピなどは田原さんが考えられたということですね。そうです、はい。コラボスイーツがやってまいりました。もういい香りがすごく鼻をくすぐりますね。日本酒のいい香りがしますね。美味しそうです、はい、じゃあまずは改めてこちらからご紹介をお願いいたします。はい、こちらが日本酒パウンドケーキになります。周りに原田のお酒をたっぷりと使ったシロップを使っております。ではいただいちゃいますね。テイクアウトで召し上がっていただく商品なので、このように手で食べても大丈夫ということで、はい、断面もいいですね。しっかり詰まってる。いきます。うん、日本酒の香りはすごくしっかりするんですけれども、食べたらそんな日本酒はきつくなくって、言われてたようにお酒が飲めない方でもたくさん食べれるなっていう感じがしますね。でまたバニラと中の卵がすごく美味しい。口当たりもすごく滑らかです。ありがとうございます。ちなみになんですが、こちらのパッケージ、はい、地元の手芸家の方とコラボされたんですよね。はい、そうです。横から読んでも縦から読んでも原田と田原になりますね。プレゼントとかお土産にもぴったりですよね。さあ続いてはこちらのスイーツです。ご紹介を。はい、こちらもお酒の飲めない方にも楽しんでいただけるように、なんとなく日本酒がいるかなっていう感じの香り、マス入りなので香ります。抹茶ティラミスになります。いただきます。あ、柔らかい。スッとスプーンが入りました。上のこの緑は京都宇治の神林春松本店っていう抹茶と、それと丸久小山園っていうところの抹茶を両方使っております。抹茶と日本酒、どんなコラボなんでしょうか。いただきます。スーッと溶けますね。とっても美味しい。先ほどのよりも日本酒の香りは薄いんですけれども、うん、でもよりお子様とかでも食べやすいっていう感じですね。そうですね。マスカルポーネチーズもしっかりと使っております。で抹茶もたっぷりと使っておりますので、抹茶の本来の味も楽しめていただけるんじゃないかなと思ってます。でこれもう一つ嬉しいのが、
このマス込みのお値段なので、そうですね、はい、注文された方はこちらを持って帰ることができるんですよ。これも嬉しいですよね。どちらもすごく美味しくいただいたんですが、お客様の反応って渡辺さんいかがですか？はい、やっぱ一番は抹茶と日本酒って合うんだっていう反応が一番多いですね。抹茶の濃い味と日本酒の鼻に抜ける香りがすごくマッチしているので、それを喜んでいただいてます。では最後になりますが、番組ご覧の皆様に何かメッセージをいただけないでしょうか？まずは田原さんから。はい、徳山駅から徳山商店街、そしてこの原田酒場までの道のりを楽しみながら、スイーツも求めて立ち寄っていただければと思います。150年以上徳山の地で商売をしております私たちの心を込めて作った商品をぜひご賞味ください。続いて渡辺さんお願いします。はい、日本酒と聞くと少し立ち寄りがたいイメージもあるかもしれませんが、このように田原さんとコラボしたり美味しいスイーツもたくさん用意してますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。私たちがコラボしたスイーツをご賞味ください。いかがでしたか？日本酒パウンドケーキ、そして香ります抹茶ティラミス。リポート本編で田原さんの言われていた通り、お酒の弱い人でも美味しく食べることのできる、ほのかに日本酒が香るとても美味しいスイーツでした。なお、どちらのスイーツも原田酒場で販売されています。原田酒場は日曜日、祝日がお休みです。足をお運びの際はお気をつけください。